お前はまず結果を出せと、ついてるなと思ってます自分では何をそんな期待されてるの、夜練習までなりたいってこと書いて、ちょっとした念が入ってるから、なんで俺をオーニングすげえ好きだったんだろうって言った。釜玉荒れ讃岐から松本航平選手にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。強み、とにかく点を取りに行くところですかね。上手い下手というよりかは、とにかくフォワードとして結果を出すことを僕は意識しているので、技術面云々よりチームを勝つために自分ができることは点取ることで、そこに対してとにかくトライをしていくことですかね。僕は岡崎選手みたいになりたいですね。トップレベルになってもやることは変えないですし、ハードワークもしますし、なんか自分ができることを最大限やってる選手だと思うんで、なんか僕はそういうメンタリティだったり、そういうサッカーへの取り組みがすごいなと思います。ターニングポイントはマリアスからティアモに行った時ですかね。自分のサッカー感というか、今まで自分がサッカーをやる上で大事にしてたものが変わりましたね。一番大きく変わったのは、自分がどうしたいかっていう軸ができたというか、それまでは僕自身そこまで上手い選手ではない風に僕が取ってきたんで、どちらかというと前線でハードワークしたり、体張ったり、収めて時間作ったり、点を取れれば直されるっていうスタンスで結構ずっとやってきて、だからチームが勝つために自分ができることを最大限やる、その中でハードワークも大事だし、先生で体張ることも大事だしっていうことを自分の中で結構大事にしてやってきたんですけど、ティアモに入ってお前はまず結果を出せと。確かにプレーを見てて、その前線でハードワークしてくれたり、裏抜けで体張ってため作ってくれたりとか、チームに行って助かる選手ではあると、ただお前が今後その先上をもっと目指していきたいなら、結果を出さなきゃ、いくら周りからいい選手だって言われても結果出さなきゃカテゴリーは上がらないよ。それは小川さんの言葉ですか？いや、これは正直荒岩さんです。あー、なるほど。とにかく結果を出してくれ。去年 JFL で12得点取れてたことはいいことですけど、あくまでも J リーグっていうステップ、そのステップに立てたっていうことだけなんで、結果を出さなきゃまた同じことが起きるだけだし、下のカテゴリーのチームだし、逆に結果を出せばまたもっと上にステップアップできるし、本当に結果にこだわってやってこいと言われました。メンバーがまず新しくなったんで、去年1年点を取らさせてもらった中で、新しいメンバーの中でやる、連携だったり自分が点を取れるかっていうのはすごい不安だったんですけど、その中でもうまく自分が点取るために周りの選手の特徴だったりいいところを生かしながら、得点につなげられてるのはいいことですね。決定率に関しては本当ついてるなと思ってます自分では。そうなんですか？はい、個人的には毎試合1点取るには5本シュート打とうと思ってるんで、5本シュート打ってれば1点は取れるだろうっていう自分の中で思ってるんで、常にそこを意識で取り組んでる中で、本数が少ない中でも結果が出てるっていうのが今すごいいいことですね。なんか周りからは言われてましたね。そうなんですか。それ聞いてどういう感覚でしたか？いや、正直何をそんな期待されてんだろう。自分で精一杯だったので、そんな意識はなかったです。フィジカルに関しては正直作り上げてきたものではないんで、めちゃめちゃ体作りをしてっていうよりかは、もともと多分筋肉量はある方で、どちらかというと使い方の意識の方が今は強いですね。大変でしたよ。当時は大学夜練だったんで、夜7時から練習だったんですけど、それすら間に合わない状況もあったんで、授業があって、コーチの人に迎えに来てもらって、
そのキャンバスがグラウンドがないキャンバス、グラウンドがあるキャンバスまで大体15分ぐらいなんですけど、車で迎え来てもらって練習行ったりとか、まあ、あとは実習があって1週間病院行かなきゃいけないとかあったんで、その間は練習がなかなか参加できなかったりとか、まあ、あとは日頃からレポートがめちゃめちゃ出る。大学3年生までは僕は実家から通ってたんで、学校授業が終わってその夜練習までの間にレポート書いたりとか、そういう生活してましたね。まあ、体の知識はあるんで、例えば、なんだろう、どう体が動いていくかというか、例えば食べたものが消化されて、吸収されて、排泄される。じゃあ、その、どういう栄養素を取ったら、どういう体に影響が出るとか、あとは、どうやったら、その、リカバリー能力が高くなるとか、まあ、その、体の基礎的な構造の知識がある。まあ、そういうところは、すごい生かされてる。いや、救急救命士は正直もうあんまなるつもりじゃないです。そうです。救急救命士の同期はみんな消防に所属してる。まず消防に所属するにはそろそろ年齢制限があって、もうこの生活をさせてもらってるんで、サッカーを仕事にさせてもらってるんで、この生活を味わったらやっぱもっとやりたいことっていうのがいろいろ出てきましたね、救命士以外に。きっかけになったのはゲームチェンジャーズっていう映画があるんですけど、結構よくこれアスリートの人たち見て共感する人多いんですけど、僕自身が名古屋入る前に怪我してプロ選手スタートしたのも怪我だった。結果怪我に悩まされてカテゴリーを落として、まあ、JFL でずっと結果出せずにいた選手だったんで、 J リーグでやってる選手とどこかで差をつけなきゃいけないし、どこかで自分自身を良くしていかなきゃいけないと思った時に、やっぱり食事っていうのは僕がもともとすごい興味があって、怪我を早く治すっていう意味でも、その何を取るかとかどういうものを取った方がいいかっていうのはずっと意識してて、まあ、そういう栄養管理っていうのをやってる中で、そのゲームチェンジャーズっていう映画を見させてもらった時に、まあ、動物性の食事がそのアスリートの体にとってどういったデメリットがあるかっていうのをすごい分かりやすく話してくれてて、で逆にその動物性の食事を取らなかった時にどれだけメリットがあるっていうのもあって、そのお肉の代わりの代用品 の、 そのご飯があるんですけど、今の僕の奥さんの両親もベジタリアン、そこで食べさせてもらってた食事がだから代用品です。お肉みたいに作ってる食事を、栄は果たして何を思ってこのお肉美味しいと思ってたんだろう、すごい考えてやっぱり焼肉とか好きでしたし、オフ前とかステーキとかし、なんで俺お肉すげえ好きだったんだろうと思ったら、やっぱ味付けとか、あ、そういうの食べてる感にすごい自分が満足してただけだったので、そっからやめましたね。肉は全く食べないです。卵乳製品はまあ意識しては取らないですけど、まあ、OK にしてて、あと魚魚介系も、まあ、外食の選択肢として OK にします。まあ実際卵と乳製品と魚介に関してはこれなしにしたら人とご飯行けないですね。だ好んで家とかでは取んないです。朝はまあご飯と味噌汁とおかずなんかし取って、で昼もまあ似たような感じで、家だったらご飯と味噌汁となんかおかず、タンパク質取れる系のものを作ったりとか、夜もそんな時間です。まあ、一番は疲れにくくなったこと、あとリカバリーが上がったから、その2つが一番大きいですかね。影響されてると思います、まあ、あとはメンタル面はもうとにかく意識なんで、意識を無意識にするしかないんで、どれだけ自分が意識できてるかっていうことがすごい大事だと思います。負い目を感じるようなもの食べたらちょっと多分気も沈むだろうし、まあ、なんか人によっては動物性の食事をとるとやっぱり動物も生き物だからちょっとした粘が入ってるから、まあ、なんかメンタルが結構落ちたりする人もいるという人もいますけど、まあ、なんか僕はそこまであんま意識はしてなくて、なんか自分がいいって思っててそれなりのちゃんと知識を入れていいことを実行して自分を良くするために自分が動いてるっていう、そのメンタリティがすごい大事です。すごくなんかいろんなこう迷ってらっしゃるサッカー選手もたくさんいると思うので、
ものすごくいい勉強になるインタビューだったかなと思います、はい、いや、なったらいいですねそうですよね、蒲田マーレ、さぬきが今ちょうど本当こう上位に行けるか、ここから下位に飲み込まれるかっていうすごい瀬戸際なところにいると思うので、ぜひその会場へ足を運んでいただいて、選手の少しでも後押しになれるようファンサポーターの応援が必要としている時です。ぜひ会場に来て蒲田マーレ、さぬきを応援してもらって、僕たちはピッチで結果を出すことしかできない、勝利というのをみんなで分かち合えるように、ぜひ会場へお越しいただけるようお待ちしております。